スコールズです。イージーハスミです。川越キッカーズです。立ち上がり一点。さあ、今回ですね、ちょっとよくわからない状況だと思うんですけど、緊急でちょっと動画を回しております。流行りのやつですね。はい、ヒカルとかがやる、はい、タナルがタナルが今緊急で動画を、まあ、ちょっと事の経緯を話しますと、はい、今川越キッカーズの第3のメンバー、そうですね、のび山本さんが富山からあのちょっと状況といいますか東京来てまして、はい、で簡潔に言いますと、財布を落としました。富山から東京に来て、東京で東京で財布を落として一文なしで、今このこちらね、快活クラブなんですけど、こちらに宿泊というかいるらしいんで、ちょっと訪ねます。あ、助けますとかじゃないですね。とりあえず訪ねてちょっとお話伺って、まあ我々でできることがあればもちろん助けます。ちょっとその逆に言うと、もう令和の虎じゃないけど、そのプレゼンによっては 社長田中スコールズ社長から、まあそうですね、僕もまあ9万円を詐欺で失ったとか、そうお金を失う悲しみ、苦しみ、辛さ分かるんで。じゃあ、9万円詐欺された人が、5万円詐欺落とした人を、今お金を助けるというか。そうですね。やっぱ底辺こそ手を取り合わないと。まあ、この絆ですね。はい、傷の舐め合いではなく。今じゃあ伸びくん待ちですね。ちょっとじゃあちょっと電話して場所までは突き止めたんですね。え、いつからいいの東京には。昨日かな、伸びた。多分昨日だったっけ、あれ、はい、連絡来たの。来て昔のバイト先の手伝いかなんかで来て。あ、そうだ、よく来ますね、年1、2ぐらい、その昔のバイト先の、はい、でもうべらぼうに飲んだらしくてベロベロの状態で歌舞伎町の街に。なんか僕が最後に野宮本さん その昨日の活動内容を確認できたのがインスタグラムのストーリーで、はい、なんかラーメンかな、多分歌舞伎町なのか新宿なのかどっかの多分思い出のラーメンなんじゃない、その思い出のラーメンをあの写真アップして、あのいつもの文言、なんかうますぎ滝ラッシュみたいな、なんかあるじゃない、あギャグですねそう、多分その後にうますプラッシュマウンテンみたいな、あ、まあ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 、そこはもう何でもいいんですけどいやー持ってますね川越キッカーズ、はい、だからやっぱ本当いつも思うのが、まあ、ミカエルさんとかも今サブメンバーでいるじゃないですか、うん、で田中スコールズさんで伸び山本さん、イージーハスミって結構無傷なんだよね。そう、なんかやっぱ何なんだろうね、この星の元というかあの同じ雑魚でもちょっと強雑魚なんだよね、なんかやっぱみんなちょっと悲しいですよね来てくれあ、ちょっとあの、今ちょっと動画を出してますけど、すいません、のび山本さんです。どうも、まあ、ちょっと今、ことの顛末は説明させていただいたんですけど、あ、はい、はい、今多分カードを止める作業をしてますね。はい。はい。はい。ちょっと今後はカードの再発行の。まあ一応この部屋着っていうんですか。はい。部屋着なんでおじさんすぎますね。やっぱあの伸びグッズ、伸び T シャツ着てないと。郵便局で。はい。郵便局みたいな。いつもカラフルさがやっぱおじさんがこう薄れてたんですけど。はい、お回しカードですね。やっぱこうもらった。お前の話じゃん。はい。はい。はい、まず1点目がカードの再発行手数料1100円でございます。1100円、はい、はい、2点目が通帳でございます。通帳、はい、はい、3点目が届出の印鑑でございます。印鑑、はい、はい、で最後4点目が運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類です。なるほどそれが今ないんですけど、そういった場合って再発行できないんですか。今ちょっと一瞬なくしちゃって。あ、大変ございましたか。あの、まあ、財務免許のうちもいろいろ種類がございますので、ただちょっと私どもの部署ではこれ以上詳しいことはありませんので、なるほど、はいはい、もしあの今お時間ございましたらコールセンターにこの電話をつなぎいたしまして、もう少し詳しくご説明いたします。いいですか。
かしこまりました。私の方からもう一件なんですけれども、はい、今ご案内しましたのは再発行の手続きですが、再発行申し上げていただく前にカードがもし見つかった場合は窓口で停止解除という手続きによって手数料をかからずに元に戻すことができます。あ、見つかった時が、はい、見つかった時ですね、再発行する前です、はい、はい、その時は、見つかったキャッシュカードと顔写真付き本人確認書の2点を窓口の持ちいただいたら、はい、手数料かからずに元に戻すことができます。はいはい、はい、では私の方からのご案内状ですが、何かご不明な点ございますか？あ、大丈夫です。はい、で今からコールセンターのお願いいたしまして、はい、本人確認書面につきまして詳しくご説明いたします。お願いします。はい、はい、ではここまでは始まりたまります、はい、少々お待ちください。ありがとうございます。はい、あれ反省してない、反省してないぞ。明るいな、明るい、やっぱね、底抜けの明るさ、うちの分子は。それがカーボンキッカーで裏が操ってる理屈ですね。中の穴なのか、あ、でも関係あるか、意外と関係あるのか。なんか言ってる、ボソボソ。ペイペイ使いにくなったら積むなと思って。ああ、そういうこと。あ、でもキャッシュカードと口座とキャッシュカード違うもんな。ちょっとお金、はい、あ、お願いします。はい、はい、そうなんですよね。通帳はあるんですよね。通帳はございます。はい。それ以外だと、本人方の確認書類、健康保険証なども一緒に行こう。そうなんです。そうなんですよ。はい。それ以外だと、例えば、お家の方にパスポートがあったり、そういったことはございます。パスポートもなくて、つまり現金が使えない状態で、現金をちょっと、引き出したいなっていう感じなんですけど、はい、キャッシュカードを紛失されて停止している状況ですので、はい、通帳は今お手元にあるということなんですか？通帳はあります。通帳自体はご利用がいただける状況なので、あ、そうか、通帳を使って可能なんですが、はい、はいはいはい、あ、ペイペイとかも、はい、キャッシュカードを、はい、あ、利用はできる、口座で登録してるんですけど、もう止まっ、あの、口座を紐付けしてるんですよ。はい、あ、そっか、だ、カード使えなくなるとダメなんですよ。そうなんです。はい、ペイペイについては今カードを利用停止すると、ペイペイにこうチャージしたりのご利用はいただけない状況になるんですが。なるほど。はい、今回その再発行についてなんですが、はい、のパスポートの内容をお話しだったんですが、はいはいはい、それ以外にご提案できるものとしては、例えば年金手帳が終わりかどうか。あ、年金手帳ないです。年金手帳はないということですね、はい、それ以外だとですね、ちょっと発行の手数料なども発生するんですが、住民票については、住民票もないです。市役所などで発行いただいて、発行は6ヶ月以内のものでご提出いただければ、窓口の方でお手続きや再発行ができるんですけれども。はいはいはい、はい、なるほど。はい、わかりました。免許証を先にやった方がいい感じですよ、流れ的には。これ住民票って、ごめんなさい、なんか関係ないように聞いちゃって申し訳ないです。普通の、今ちょっと出先でなくしてしまいまして、自分の市町村のところじゃないと住民票って取れないんでしょっけ？コンビニとか取れない。マイナンバーがあればコンビニで取れるんだよ。それがねえんだ。そう。あ、マイナンバーカードがあればセブンイレブンで発行できる。
あ、分かりました、はい、確かに、はい、そう言われたら了解です、はい、健康保険証の再発行の方ができるようでしたら、そちらが再発行を家族に先やった方がいいと思うんですよね、うん、はい、はい、返していただいても結構ですし、もう住民証が住むに違う地域でもそれいるということでしたら、発行から6ヶ月以内のもので解決付き合った方がいいです、了解です、はい、はい、すみません、その他ご不明ご在庫でしょうか、いや、大丈夫です、はい、またご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ、はい、本日は柳がご案内いたしました。はい、ありがとうございました。はい、はい、伸びんじゃないよ今は伸びんじゃないだろえちょっとえあのどういう状況ですか、ちょっと今の説明して、だからバイト先で、はい、まあ、やっぱ酔っ払いすぎてイベントだからね、はいはいはい、はい、で、あのオーナーさんに帰っていいよって、まあ、酔っ払いってるから帰っていいよって言われて、ちょっと酔ってるから帰ってる時に見に、で外国の人に兄貴兄貴って言われてあれよくあるやつ、あんなよくあるやつで、うん、一回座ろうよって言われて、うん、座った時にあのこの取られないように腰にカラビナで最後くっつけたのよ、うん、うん、じゃあ何カバンとか漁られないように、うんうんたら兄貴って言われて、あ、じゃあもうなんか何話したか覚えてないけど、あ、もう結構それくらいベロベロだった、そうそう、で、あのバーって行って、で気づいたら兄貴の瞬間だけ覚えてて、気づいたらだから今日会うのは約束してたから、あ、そのサウナとか行くのはちゃあの長くなっちゃうからさっと寝て動こうと思って、あの、まあ、快活クラブさん来て、うん、そこまで記憶で気づいたら兄貴って別れて、気づいたら快活クラブ寝てたのよ、なるほど、だから兄貴と快活の間がないの、ないない、兄貴と快活の この空白の時に、まあ落としたか、そう取られたか、取られたか、あ、じゃあ兄貴って言ってた外国人の方が快活クラブのキャッチの方の可能性もあるってこと、いやそれはないだろ、何あんま言うなよ、兄貴、うん、兄貴って、で、まあ、いい泊まるとこあるよ、まあ、今財布なくしました、でカード類止めなきゃいけません、だけど身分証明書がないから止めれませんっていう、積んでるってこと、積んでるサール積んでるサールって何だ、昨日の夜のラーメン あのストーリー上げたじゃないですか、うん、あれの最後の文言何でしたっけ、そのなんか馬スプラッシュでしたっけ、なんだ、馬運転、馬運転でした伸び山本クイズ不正解でした、まあ、とりあえずね、まあ、あの伸び山本さんちょっと今大ピンチということなん でとりあえず今5万円一応現状戻ってこなかったとしたら現金は5万円だね、うん、であとは5万円もっとか、じゃ昨日の変にお小遣いとかもらえた、ね、だよね、そういうものだもんね、うん、であのなんか気に入ってくれてるお客さんが来るから俺が3万円から呼ばれて、 それはいいじゃん、素敵な関係じゃん、そのお客さんからも3万とかお小遣いもらって入れて楽しいよね、これとかもよくやるね、あの社長営業じゃないけどね、大得意のやつで、多分数えて5万、6万ぐらい入ってたのかな、9は言ってないな、9は言ってない、あ、じゃあないから、まだね、言うてもまだ半分ですよ、ダブルスコア師匠、9万詐欺は9万詐欺の田中さん、まあね、こんな YouTube メンバーで3人中2人も詐欺ある、悲しいんだよ、川越キッカーズなんでこんな物悲しいおじさんなのに、そうあのサブメンバーミカエルもね、うん、不幸にまみれてますし、みんなちょっと不幸なんだよな、一人失踪しましたし、まあね、とりあえず財布返ってくるように祈りまして、はい、じゃあ今日は解散ですちょっと警察署行くわ、うん、じゃあ用意しとかもな、あれ次は警察編署密着編なんでとりあえずこの動画はここで、あ、そうです、すいません、それでこんなドラマティックになるんで、次回警察署もキックオフ。